北見西インターチェンジの標識北見道路は、北海道北見市にある国道39号のバイパス道路、北海道横断自動車道に並行する、一般国道自動車専用道路として整備されている。標識では、トカチオホーツク道と記されている。高速道路ナンバリングでは、北海道横断自動車道網走線として、トカチオホーツク自動車道などとともに、 E61 が割り振られている。北見市外部の交通混雑の緩和及び交通事故の低減による道路交通の定時性、安全性の向上を目的に市街地を迂回し、北見市北上から北見市丹野町川向かいを結ぶ延長約 10km の国道39号のバイパスとなる道路である。橋梁トンネル24時間交通量道路交通センサスより一部データを 抜粋して作成高速道路ナンバリング路線図 ABCDEFGHIJ 一般国道39号北見道路再評価減安準備書説明資料平成22年度北海道開発局2017年5月8日閲覧一般国道39号北見道路再評価減安準備書説明資料平成18年度国土交通省北海道開発局 https, www, hkd, エンリット go, jp, ky, キ調整と四十九グラム七百万 f 一 v n と零六一二二七二二 p d f 二千十九年五月二日閲覧一般国道三十九号北見道路北見西 IC 北見東 IC が開通します。通行無料平成二十五年三月三十一日午後三時、開通。 あバしり開発建設部。2014年10月20日閲覧。新たなインターチェンジが開通します国道39号。北見道路に、北見北上インターチェンジ及び、北見川東インターチェンジを追加。あバしり開発建設部。2014年10月20日閲覧。追加インターチェンジ一覧国土交通省道路局。 http://www.mlt.go.jp://001000539.pdf2014 i 年10月25日閲覧。カチオホーツク自動車道、アショロ北見間、レップインターチェンジ北見に試合し、通行無料が開通しますオホーツクの、観光振興、安心安全、地域産業に貢献します。 国土交通省北海道開発局網走開発建設部2015年10月16日閲覧ありがとうございます。